こんにちは、スタルケルです。皆さん、11月14日土曜日、今週の土曜日ですね。といえば、そう、リミットブレイクデラックスセットが発売される日なんですけど、もちろんね、そのハイペリオンバーンとヘリオスボルケーノっていう新しいベイブレード、めっちゃ気になるんですけど、自分はね、新しいエクシードダッシュ、ゾーンダッシュに取り付けることができるエクシードチップとゾーンチップっていう、あの二つがね、めっちゃ気になってるわけですよ。結構気になってる人いるんじゃないでしょうか。ということで、ちょっと作ってその性能を見ていきたいと思います。それではやっていきましょう。どうも、スタコです。まずはエクシードチップから作っていきます。ギザギザした部分が特徴的ですね。あっという間に完成。次はゾーンチップを作っていきます。エクシードチップのような段差はなく、全体的に滑らかになっているのが特徴的ですね。こっちも完成です。ということで、完成したものがこちらになります。この左側がエクシードチップで、右側がゾーンチップになります。でね、まあ、形状的にはまあ割と同じようなこう傾斜だったりとか、あとギザギザですねとか、こっちのゾーンチップもこう斜めの感じとかは出しました。で、もちろんね、このエクシードチップの特徴である、これエクシードですね、はめた時に、はい、こうしっかりとフリー回転が固定されるようにね、作りました。まあ、ただあれなんですよ、メタルじゃないので、まあ、そこの重量的な問題はちょっとあれですね、違うんですけど、まあ、一応こうやって固定することができます。そしてこっちのゾーンチップですね、もここにこうはめ込むことによって、はい、これではめ込んでもなお、こうフリー回転がね、こう維持するような作りにしております。まあ、こうやって、まあ、エクシードをエクシードに取り付けることもできますし、逆にこっちのゾーンにこのエクシードを取り付けることも、はい、できますよという感じですね。で、逆にエクシードにこっちのゾーンをこうやってね、取り付けることもできるので、まあ、このパターンですね、どっちのパターンもやってみたいと思います。それでちょっと動きとかバトルした時にどう関わってくるのかっていうのを見ていきましょう。それでは早速バトルやっていきましょう。それではバトルの前にちょっと動きを確認していきたいと思います。まずは普通のエクシードをつけたハイペリオンの動きを見ていきましょう。それでは次はこのエクシードチップを取り付けたエクシードでちょっとやってみたいと思います。まずは平行で打ちます。それでは次は斜め打ちでいきます。なんか通常のエクシードよりも滑らかな動きをしてた感じがしますね。うん。で、こう、それによってこう加速がされてたなっていう感じがします。それでは次はキングヘリオスで普通のゾーンでね、まずは試し打ちしてみます。それでは次はこのゾーンチップをつけた状態でやってみます。まずは平行で。
それでは次は斜めに打ちます。わー砕けた。斜めに打つと砕けます。これはそれでは次はこのエクシードにゾーンチップをつけたバージョンで打ってみます。うおー、これめっちゃ強いかもしれないですね。今までのエクシードの加速にこのスタミナが加わったっていう感じがします。それでは次はこのゾーンにエクシードチップをつけてシュートしてみます。うわ、ちょっと今自滅してしまったんですけど、今の音とか軌道を見ました。めちゃくちゃエクシードでしたね。ちょっともう一回やってみましょう。今の最後のあのスタミナ全然伸びなかったのはこれ途中でこうやって取れてめちゃくちゃ吸っちゃったからですね。うん、まあ、きっと製品版だとこうやって途中で取れたりとかないと思うので、もっとねスタミナ最後あるんじゃないかな。ちょっと回してみます。うん、まあ、うまくいけばこう直立するんですかね。まだちょっとわかんないんですけど。それではバトルやっていきたいと思います。スーパーハイペリオンエクシードプラスゾーンチップの 1A でまずはやっていきたいと思います。それではワールドスプリガンユナイトダッシュ 2B の左回転でこのフリー回転にして戦ってみたいと思います。うわ、強っ。さてこっからですね、最後送り合いでどうなるのか。うわやば、このゾーンチップつけたことによって最後の送り合いめちゃくちゃ強くなってますね。それでは次レイジロンギヌスデストロイダッシュ 3A とバトルやっていきたいと思います。アタック力も普通に強いです。それでは次このゾーンドライバーにエクシードチップをつけたレイジロンギヌスゾーンプラス X の 3A でバトルやっていきたいと思います。それではブレイブバルキリーエボリューションダッシュ 2A とバトルやっていきたいと思います。やばっ。うわ、途中からの加速がすごかったですね。それでは次はインフィニットアキレスディメンションダッシュ 1B のソードとやっていきたいと思います。うわうわやば、ゾーンプラス X とレイジめちゃくちゃ合いますねこれ。それではラストはスーパーハイペリオンエクシードプラス Z1A とレイジロンギヌスゾーンプラス X3A のバトルをやっていきたいと思います。うわーやば、うわー、やっぱレイジの重さですかね今のは。それでは次レイジ先打ちでいきます。スーパーハイペリオン勝利。それではラストハイペリオン先打ちでいきます。おーやばいやばい、おーどうなる、最後送り合いドロー。それではこれが本当の最後です。レイジ先打ちでいきます。うーわ、ゾーンチップが砕けてしまいました。ということでリミットブレイクデラックスセットのゾーンチップとエクシードチップをね作ってみるっていう動画だったんですけど、いかがだったでしょうか。製品版とは動きがね絶対異なるので、まあ一概にどっちが強いとかこのカスタムが強いっていうのは言えないんですけど、個人的にはこうゾーンに
エクシードチップ、エクシードにゾーンチップの組み合わせねが強いのかなと思いました。あと製品版はもう絶対こう砕けることがないので、うん、そこ安心してください。はい、まあちょっとでもこう皆さんがこう購入するね、参考になったらなと思います。ということで、今回の動画いいなと思った方、ぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。